はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。調律師リュウです。さあ本日なんですが、またね調律を使ったデッキをねご紹介していこうかなというふうに思っております。とにかくですね、調律っていうカード僕めっちゃ好きなんでヒーローでいうところのエマージェンシーコールみたいなもんなんですよ、このカードって。デッキからシンクロチューナーを一体ね、手札に加えるっていう効果で、で、デッキトップ墓地に送れるよっていう効果なんですけど、これね、いろんな使い方あると思うんですよね。で、今日はですね、サンダードラゴンと組み合わせてみました。これサンダードラゴンって何が強いかっていうと、6がいっぱいいるんで、レベル6が、しかも特殊召喚ができるじゃないですか。召喚権を、使わないっていう。なんで、召喚権をチューナーに割くことができるんですね。そうすると何が起きるかっていうと、もちろん、こいつ5と1でシンクロとかもできるんですけど、やっぱね、ブラックローズができるんですよね。これが強いと。ブラックローズドラゴンが出せるの強いと。まあ、例えば封印の黄金室で、獣を除外して、獣を出してきて、で、6と、なんか、1で7とか。あ、まあ、もちろんね、6で5出してきて、5と1でブリューナとかもできるんですけど。こういったね、デッキを使って、今日はですね、調律サンダードラゴンっていう新しいデッキを組んできました。これ正直援軍の介護官な感じがあるんですよなんかイメージ的には援軍が入るんだったらここ援軍にして、でここライドロ出すしライデンがいいんですけど、多分一番なんですけど、これ入んないんで今もうリミットが強すぎて、なんで今日は、調律っていうカードをなんか援軍のなんか若干代わりみたいな感じにしながら回していく、そんなデッキになっておりますと。で、まあ、サンダードラゴンのギミックは、あとは別にいいと思うんで、変わってるところを説明しておくと、調律で、持ってくる、シンクロンチューナーに、アンノーンシンクロンとジェットシンクロンを入れました。まあ、これ、アンノーンがあんまり、活躍しないこともあるんで、アンノーンじゃなくてジェットシンクロン2枚とかでもいいかもしれないですけども、まあ、一応ね、特殊召喚できるんで、こいつは。条件ありますけど。なんで、まあ、1枚アンノーンにして、1枚ジェットにしてますと。で、ジェットシンクロンって、これ、実は隠された効果で、フィールドから、シンクロ剤として墓地に送られるとジャンクモンスターを手札に加えるっていう効果あるんですよ。でこれ何持ってこようかっていう話なんですけども、ね、ジャンクジャイアントっていうモンスターがいまして、これ相手のフィールドにレベル5以上のモンスターが存在するとこいつ手札から特殊召喚できるレベル6なんですよ。だから結構ねサンダードラゴンと相性が良くて、だからジャンクジャイアントを1枚入れました今日は。素引きしても高校だったらすぐ出せますし、はい。で、メインギミックは悪魔送りにしていて、いわゆる悪魔送りサンドってやつ、戦闘で破壊されるとカオスベトレイヤーを墓地に送って、でカオスベトレイヤーの効果で墓地から、ポンって出てきて、でなんかあれ場を荒らすみたいな感じで、キーカードというか防御札はこれです。機動要塞トリキライナー、皆さんはトリキライナー駆動という言葉をご存知でしょうか。いつだったかな、なんか世界大会、遊戯王の世界大会があったんですけど、その時に、日本代表の工藤さんという方がね、急に相手もジャッジも何も知らん状態で、この機動要塞、トリキライナーっていうモンスターを、っていうだから特殊召喚しまして、確か魔導青龍時代かなんか の話なんですけど、で、それで、このモンスターがめっちゃ強いんですよ、実は。相手が3体以上のモンスターの召喚、特殊召喚、判定召喚に成功したターンに、手札から特殊召喚できるモンスターで、相手ターンでも発動できて、だから防御壁として使えて、で、さらに、このカード、この効果で特殊召喚したこのカードは他のカードの効果を受けないということで、めちゃくちゃ強い壁になるんですね。だから、トリゲライナーって実は今のこの特殊召喚召喚いっぱいする環境だと非常に優秀な防御札として数えることができるんですよ。これをね当時ね工藤さんっていう遊戯王プレイヤーの方が使ったのはとても有名な話でね、トリキライナー駆動っていう名前がついてるんで、今日はねトリキライナー竜としてこのカードを使っていこうかなというふうに思っております。早速ね調律サンドラやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、海馬社長さん、よろしくお願いします。デュエル3枚。トリケライナーがね、腐りそうですね、これね。青眼ってあんまり特殊召喚しないんですよね。あんまり、そんなボンボンと。オルタラからの、剣士って、シンクロ、あいつなんだっけ、精霊竜、スピリットとか出してくれれば、トリケライナーいけるんですけど、超烈やっぱね、援軍ほどのパワーはないよね。やっぱ援軍が最悪だったっていう話あるから、あーなるほど、いけるねこれ。トリキライナー出せるね。じゃあこれ多分シンクロ召喚してくるでしょ。はい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 、なるほどね。はいはい、じゃあトリキライナー出せるわ。オッケー了解。トリキライナーはね、召喚特殊召喚相手が3回以上
下ターン手札から特殊ができるよっていうフリーチェーンのモンスターで、雷電流効果、これに、トリケライナも出してくモンスター効果で、トリケライナーからのこれ調律あるんでブラックローズドラゴンの構えできますね。銀龍が入ってるデッキだとちょっとやばい。これ最近銀龍入ってないデッキあるんで、あれなんですよ、あいつあのレビオニアは通るかもしれません。銀龍があるかどうか、あとは相手が目覚めの戦列とあのリミットかぶってるんで、目覚めの戦列入ってる場合はあの銀龍入ってないことあるんですよね。はい、まあまあまあ反動は強いで、トリケライナーで打点下がるで、調律効果発動してで、調律効果で、シンクロンモンスターシンクロンチューナー一体を手札に加えながらデッキトップを一枚墓地送る。あ、強い、いいよ。光属性落ちたね。で、とりあえず目覚めの戦列打つけど、これで銀龍変身するかどうか一回見ますか。銀龍変身するかな。さあ銀龍がデッキの中に入っているかな。さあとりあえずレビオニアをサーチしていくで、レビオニアいないのかな。これレビオニアから行った方がいいか。一応レビオニアから行くか。まあ一応ね、これ、まあ、ジェットシンクの召喚もありますけど、ちょっと銀龍いないのかな。これだって墓地も集まってんだから、これここで銀龍だった方がいいと思うんだよね。いたら多分いないと思うわ、おそらく。で、雷電流サンダードラゴンの効果発動。雷電流サンダードラゴンの効果で、サンダードラゴンをサーチしながらレビオニアの効果で2枚選んで破壊していく。因果切断、はい、OK。因果切断、なるほど。ホワイトブチレジェンド、あー、トリキライナー、これ何の効果も受けないです。何の効果も受けない。自身の効果で特殊化されたトリキライナーは、他のカードの効果受けませんので、因果切断は効きません。で、雷恐竜サンダードラゴンを回収して、で、レビオニア効果で、スピリットと、レールを破壊していく。はい、伝説の白石で無精眼サーチはいい。オッケー。あとはワンキルを取るだけの簡単なお仕事。まずじゃあ先こっちだ、ジェットシンクロン召喚でドラッグンバーミリオン出す。これね、あのレビオニアの呼吸とブラックローズドラゴンの呼吸どっちもできるっていうね。強すぎますね。でジェットシンクロンの効果、こいつがシンクロスライドとして墓地を加えた場合ジャンクジャイアントを手札に加える。誰やねー。で、封印の黄金質効果、獣除外して獣リガ獣除外して獣で62体でエクシーズ。これやばくね、やってることなんかやばくない。なんかやってることこれやばいよこれ。でフォトストリックバウンサーで通り効果で雷獣竜引っ張ってきて、はい、やばくないこれやってること。やばこれなんかやばい。語彙力の欠如。さようなら。あのね、ぶん回った時はやっぱりね最強だわ。さあ相手の方、ハーピーのカリバ、カリバはね刺さんないんで大丈夫ですね。全然何にも刺さりませんので、ハーピーのカリバいいでしょう。さあチャネラー効果でハーピー切って、はい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 、 OK ですよ。はい、バビューの効果で羽休めかなんかですかね。これトリキライナーが出せますんで、ブラックローズドラゴンの構えしますか。ブラックローズの構えして、はいはいはい、 SC 了解。 OKOKOK、 もう出せるわ。ブラックローズの構えしたらこれどっち戻すかね、相手ね。どっち戻すかによるけど、まあでも言うてブラックローズが通んないとちょっときついか。はいはいはい、まあでも封印の黄金質も引けてるんで、結構初動カードはいっぱい引けるなっていう感じ。あのサンダードラゴンにしてはかなりこれいいハンドだと思う。結構チコるんですよね。とりあえずトリケライナーを特殊召喚していく。でトリケライナーは何の効果も受けないから、ハーピー SC の効果でもバウンスすることはできない。でとりあえず調律効果使ってね、これ戻せないんで、戻せないんですよ。これこの調律で戻せないんですよ、相手このトリケライナーは効果受けないからね。なるほど、
なるほど。とりあえずジェットシンクロン召喚、ブラックローズラゴンの構え。なるほど、月の書。なるほどね、やりますね月の書は。では封印の黄金室効果、封印の黄金室の効果を発動し、これは獣除外ですかね。獣除外で、獣除外して獣効果、除外された場合デッキからラッサンドドラゴンを特殊召喚できる。でレベル6のモンスターが2体でオーバーレイ。フォトンストリックバンサーでいいか。ちょっと光ってるしな、なんかまだ光ってるんで、フォトンストリックバンサーにして打点で抜こうとしていこう。モンスターはい、こいつはどう、何らかのカードを使ってくるんじゃないかなと思うんだけど、まあ一応ね、あのハーピー SC の効果止めれるんで。はい、これはどう、エネコン。なるほど、なるほど、突破できませんでしたと。まあしょうがないですねこれは。でハーピー効果使ってくるなら止めれるから OK。OKOKOK、ね、これで一応耐久。これ死ぬことはないと思うんだよな。フォトンストリックバンサーで、ハーピーの効果止めれるんで、バウンスは飛んでこないと思うから。相手ハンド3枚でしょ。デッドリーシンと魔法カードとかやられるとやばいか。セット、はい、セットはいいです。セットは問題ありません。これ結構ね、あのサンダードラゴンデッキの難しいところっていうのがあって、実況しながら結構回すの難しいんだよね。あー、それはいいんじゃない、それはいいよ、それはいいよ。あ、でも今止めといた方がよかったかな。あ、でも結局 SC なんだよな、 SC の効果止めないと。はい、はい、デッドリーシーンでもまあ別にいいかな、別にいいかな。デッドリーシーン出てきて、で除外される効果にその無効にするしかないくて、で戻されてだから多分大丈夫だと思う。死にはしない、壁があるし、多分大丈夫で、次のターンレビューには控えてるんで。はい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 、なるほど、はいはい、なるほど、はいはい、なるほど、 OK、 いいよいいよいいよ、1700くらいは全然いいよ。でドローで、スキル発動してく、悪魔送りしてカオスベトレイヤー墓地送って、でカオスベトレイヤーの効果を使っていいのかどうかを確認します。光闇、うんといけそうですね。カオスベトレイヤーの効果と、カオスベトレイヤーの効果によって墓地の光属性と闇属性のモンスターを1体ずつゲームから除外していくことによって、はいはい、でこのモンスターを墓地から特殊召喚で、カオスベトレイヤーが墓地から特殊召喚成功した場合の効果によって墓地の1カードを1枚除外していく。何人魚でいいか。で大鳥類サンダー効果使わない、雷電流効果、ライデンリュー効果で持ってくるのは鳥って良さそうだよな。これ鳥でだでだ、ジェットシンクロン効果、ジェットシンクロン効果で1枚墓地を送って、ブラックローズドラゴンの構えですね、これはですね、ブラックローズドラゴンの構え。冷たい炎の呼吸、モンスターを特殊召喚、通るんですか、マジっすか、いいっすか、マジっすか、いいっすか。なんかフリーチェーン光ってますけども、戻さなくていいんすか、こうなっちゃうよ。ブラックローズドラゴンの呼吸してく、モンスター効果、冷たい炎がどうのこうの、すべてのフィールドカードをぶっ破していく。さあどうする、うい。遅いですね、それはもうあらかじめやっとくべきなんですよね。レビオニアがもう控えてるんで、まあ、どっちにしても突破できたかなと思うんですけど、多分今のは相手バウンスしといた方がいいですか、はい、はい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 、いいでしょう。カオスベトレイヤーかジャンクシンクロン、どっちか、ジャンクシンクロンバウンスする意味はねえか、はい、いいでしょう、はい、全部壊されてく。で雷鳥竜効果発動、雷鳥竜効果で除外ゾーンから雷獣竜が引っ張ってこれる。レビオニア効果、はい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 、ほい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 、モンスター効果発動だよ、ほいほい。バトルだよ、なんて強いんだ、なんて強いんだ。ブラッククローズした後にどんだけ展開する、モンスターでダイレクター、
これがね、冷たい炎の呼吸からのレビオニアの呼吸です。対戦ありがとうございました。デュエルしよう。さあ、お相手の方、デュエル遊戯くんね。珍しいね、遊戯くん。なんだろう、デッキ。おいで。とりあえず獣行くわ。獣召喚、獣効果、獣で獣除外して、ライデン。獣ライデンができないんですけどね、これできないこと結構あるんでね、これ自己率がかなりきついです。超率のサンダードラゴンは、はい、ただ薄くすることもね難しいです結構入れなきゃいけないカードめっちゃ多いんですよ、サンダードラゴンって。結局その雷獣とか雷電とか雷鳥とかめっちゃいるじゃないですか。だからそういうの入れていくとなんか収まらないっていうね、枚数が。見せてあげるよ、これが一番の問題点があるわ。で、雷鳥竜、サンダードラゴンで雷獣竜を引っ張ってきて、ご覧モンスターを特殊召喚。こうして、はいはい、まあ、いつものサンダードラゴンかな、これはあんまり変わんないですね。で、デッキ引くの嫌なんで、ドラゴン目覚めの攻撃しといて、レビオニアの構えしてく。はい、オッケー、次のターンレビオニア飛んでくるよと。もちろん行くね。さあどうする。さあこれは結構厳しいんじゃないですか。フォトンストリークバウンサーも強いですし、ここの獣の回収効果も強いですよ。はい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 、リフォーマーモアホンの効果、これは別にいいよ。これなんかあれでしょ、デッキトップめくるみたいな効果でしょ。はい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 、めくってなんか6は強いな。でもめくってなんか1枚手札に加えるみたいな効果だね、確か。これは別にいいです、特に特段必要じゃないです。あ、特殊化できる、あやべ、あ特殊化だっけ。はあ、団結の力、何これ、え誰お前、誰やねん。リフォーマーボードン、攻撃表示、自分のフィールド上のリフォーマーと名の付いたモンスターは相手プレイヤーに直接攻撃できる。やばっ、えっ嘘、モンスターでダイレクト、嘘だろ。